もう観念しな。野球ちゃん。あらあら、いつも冷静な柳生さんが顔を真っ赤にしては。さあかかってきな。バカな。イエーイ、そっちはババでした。では罰ゲームといきますかね。待て、負けたのは俺だ。俺にやれ。何言ってるんだ。これはチーム戦だ。代表者が負けたらチームで責任を負うって決めたろ。いや、しかし。しかしもこけしもないよ。あたいのデコピンは痛いよ。キバリ、すまん。では、野球にも。くんぬ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 ん、おりゃ。痛い、痛いよ。ひどいよ、カツネ。ヒバリ、勝負は非常なんだよ。こんなものがあるから。負け続きだからって卑怯だぞ。あなたたち静かにしなさい。他の乗客の方に迷惑です。はしゃぎすぎちゃったね。あ、海の匂いがする。それじゃあたいは若い子の香りを嗅ごうかね。くんくん。カツネ、セクハラはやめてよ。いやいや、とてもいい香りだよ。これならご飯は3杯いけるね。だったら
カグン。クンクン。ひばりちゃんまで。もうやめて。あなたたち、静かにしなさいって言ってるでしょ。私としたことが、ごめんなさい。こんな時にどうして？こんな時だからこそだ。アンゼルナ、敵すでに殲滅せり。姿を見せてください。私たちを助けてくれたのならお礼が言いたいんです。我は大道寺半蔵の忍びなり。先輩、ありがとうございます。ひばりたちを助けてくれたんですね。うぬらに組みする我にあらず。え、それじゃあどうして？真の力を身につけし時、総じて語る。いよいよ恒例の水着チェックの時間だよ。おお、野牛はピンクのヒラヒラチェックかい。だからなんだ。ちょっとねえ、それじゃあ変態さんだよ。
は反則だ。さすがスタイル抜群。その紐ほどいてやりたいね。もうバカなことをやっているのではありません。おお、シックに決めてくる。さすがクラス委員、さすがだよ。お見それしました。ヒラヒラにピンクのドット、そしてフリル。さすがヒバリ、わかってらっしゃる。わかった。今行く。ひばりちゃん、更衣室の鍵を任せるね。うん、任せて。ひばりにだってそれくらいはできるから。よし、それじゃあまだまだ泳ぐぞ。そりゃそりゃ、夢中になってる、夢中になってる。この隙に鍵を。楽しかったね。ひばりちゃん、更衣室の鍵ちょうだい。
達成。配りはできるか。みんなの着替えは取り返したけど、ひばりがちゃんと鍵を持っていたらこんなことにはならなかったのに。みんなは気にしないでいいって許してくれた。でもその優しさに甘えてていいのかな。くぅ、当てが外れたわ。ひばりがみんなからケッチョンケッチョンに怒られると思ってたのに。まあいいわ、やっぱり誰かに任せるのはダメね。ひばりは私の手でいじめるに限るわ。